食野暮農園から安さのところから食べるということを通して、表参道の七でコールにやってきました。みえさん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。ありがとうございます。今日からね始まるんです、あの撮影が、うん、素晴らしい、はい、なんでかというと、どんな日なんですか。今日ねすごい日なんです。今日は、一粒万倍です、うん、一粒が万倍になるよって、うん、今日始めることは万倍になります。すごい。そして太陽、はい、そしてマヤ暦の新暦と正月っていうことで、トリプルです。素晴らしい。完璧です。完璧。今日は絶対いいことがあると思ってた。なるほど。本当突然のオーバーです。今から3時ぐらいに電話して、リーさん大丈夫ですか。大丈夫じゃないの。本当本当だった。たまたま帰ってきたところだった。いや最高です。ありがとうございます。無理今、とんでもないです。ありがとうございます。早速なんですけど、はいはい、みえさんにとって、うん、食べることっていうのはどういうことですか。すごい難しいけど、食べることは生きること、あとは食べることは人生を作ること。食べることなしにして人生は作れないなと思って、最近は特に。なんか今までは健康のためとか、うん、美しくなるためっていうところで止まってたけど、うん、もうもっとやっぱりちゃんと生きる、自分の人生をクリエイトするっていうことと、うん、食べることすごいつながってる。そうですね。すごい大切です。僕はこの間やったあの映画で、食は人の天なりっていう。それをなんか思い出すような、あの食屋場の屋さんとの会話だったり、そのみえさんとのこういう会話で、やっぱり食べたもので僕らは体ができてるから、その原点とか生きることの原点っていうのが、あの映画もすごく良かった。あ、最初の晩餐です。ありがとうございます。なんか続くんですよ最近ご飯の。あ、また違うの。また別のなんですけど、でもあれもなんか食べるっていうことで、人生とか思い出とか、ね、それがこう映し出されて、家族の大切さとか。そうですね。だからただ食べるだけじゃなくて、やっぱり食べるってすごいことかなと。新しい方は江戸時代の女料理人の話なんです、楽しみ、9月の10 10月の10 10月の16 16? 16あ、すごい楽しみですね。はい、行かなきゃ。じゃあ時代劇ですね。それは時代劇です。僕がやったのが御前奉行っていう、将軍にご飯を作る献立を立てる人の奉行向けの人の役だったんですけど、面白かったんですけど、所作がすごい難しくて、刀対等してるんですけど、それでこう室内歩いたりとか座ったり立ったりとかで、所作がむちゃくちゃ難しかったんですけど、その結局日本の文化っていうのが、その所作だったり礼儀の中に、そのなんか いろんな意味だったりとか、いろんな効果影響がね、ちゃんと織り交ぜられてて、でその延長線上で日本の日本食に、僕らを守ってくれてる、その免疫を上げるようなその秘密がいっぱい詰まってるっていうね。この私いつも絶対に皆さんにお伝えするお箸置きという、ぜひ。西洋も中国もみんな縦じゃないですか、お箸置き。はははは、こうですね。そうそうそう、日本だけがこうじゃないですか、これは結界を張っているっていう。で、いただきますを言うまでは神様の恵みで、私たちは神様から恵みをいただいてるんですっていう結界を置いて、で、いただきますと言って初めて神様から恵みをいただいて、で、これが普通のお箸ですけど、祝い箸っておめでたい時はこっちも食べれるようになってるじゃないですか、それは、ね、子供の頃はこうやって取れるからかなとか思ってたけど、そうじゃなくて本当は神様と一緒にいただいている。ちょっとしたことだけど、こういうお膳の置き方とかお箸置きがこう置いてあることで、その意味まで言われなくても、みんなこうやっていただきますって両手を合わせて言って、結果を動いて神様からいただいてるって、神様と一緒に食べてるっていう文化がずっと日本にはこうあるから、なんて素敵な文化ですかね。だからその食べ
橋渡しとかいう、そう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 、ね、意味の橋、そう命をね、だから最後の橋渡しの道具だから、うん、神様からいただくっていう、そうですね、うん、あのお葬式の時の最後のね、納骨の時も橋使いますよね、そう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 、橋使いますし、いろんな意味でその文化の中に食べるっていうことがすごい、なんかあのお葬式の時こうやってご飯に食いっぱいになるとか、ちゃんと食べれるってご飯を最初に持ってあげるとか、ね、全部この食べることで祈りと、うんうん、つながりっていうものを、うん、こう日本人がすごく大切にしてます、本当ですね、うん、それがすごく大好き、日本のそういう文化がね、あの栄養だけじゃなくて、うん、そういうなんか気持ちとかつながりとか、だからなんか日本人独特のなんかこう魂のなんか強さみたいなのがあるような気がしたり、ね、うん、それプラス発酵食品とか、うん、やっぱりこうね、日本の伝統的にずっとあるものっていうのが、うん、私たちの力を支えてくれてるように思うから、うん、それは残したい、どうする、ね、うん、残したい、さっき の, あの箸の話で思い出したんですけど、うん、よく僕らこうやるじゃないですか、うんうん、でもそれがすごい あんまりいいあのグレーっていうのもあるし、気をこう巡らす時にやっぱりちゃんとこう手で揃えて食べた方が気が入るっていうのを、まあ、ある俳優さんに言われて、それもこの間の映画の撮影中だったんですけど、あのこうお膳ってあるじゃないですか、うん、あのお膳に、まあ、品物がこう載ってるんだけど、例えば一回こうやってって言って、うん、こうやると、そう、そのえのきさんなんですけど、えのき高橋さんが古武術をやって気の流れを勉強してるって、でこうグッと押すんですよ、じゃあこれぐらいねと、うん、覚えといて、でじゃあ膳をずらすかって言われて、僕の前にあった、まあ、セットですよね、うん、あの持ち道具さんが用意してくれるセットを小道具さんが用意してくれるずらすんです、ちょっと、うん、でもう一回これ見てでこうやってって言ったらもう全然力ない、すごい、えって思って、これが全部にあるんだよ、日本の文化は、でお辞儀一つとってもそのおはようございますっていうのと、うん、もうこうちゃんと腰からおっておはようございますっていうので全くこの気の入り方が違うから、それが全部日本はこのカルチャーとしてちゃんと受け継がれてきてるよって話をされた時に、もう結構目から鱗で、割と礼儀としてしっかりやろうと